京都へ追い出す道見世京都アッキーです。顔つるつるやろ。今風呂の帰りでちょっとね、今京田鍋をねうろうろしてましたらね、ひときわ目立つタイ料理のお店があって、ほんで今ネットで調べてたらね、なんか2023年8月にオープンということで、まだまだ新店舗ですね。はい、ほんで結構中にはお客さんもいらっしゃったんで、ちょっと気になるからね行ってみようかな。タイ料理言ったらタイのラーメンのカウソーイとか、そんなんがあったらいいなと思ってるんだけど、はい、とりあえず撮影できるかどうか知らんけど、今から向かっていきたいと思いますんで、よろしくお願いいたします。そしたら行ってください。ゴーゴーゴートリプルゴー、レッツゴー、行ってきます。生まれも育ちも京都のおっさんが京都をメインに、たまに全国各地でうまいものを紹介する元祖京都食レポチャンネル、チャンネル登録お頼申します。ということでやってきたよ、京田鍋大隅エリア、2023年8月オープンレストラン満館。これがねひときわ目立って、気になったらなんか新しいお店みたいで、行ってみようかね。ガレージもあるみたい。カオソーイあるね。カオソーイ突入してみるわ。OK もらいました、まだまだ新店舗みたいですよ。いろんな料理あるんですけど、結構定食の食事メニューとかも多いんで、そんないっぱい食べれないけどね。エビのカレーとか気になるけどね。今日カウソーイとおすすめのカウソーイです。タイ北部の麺料理食らっていきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。何の料理ですか？タイのお湯たオースワンですね。ホワイトのオースワン、タイもいっぱい寒い時に食べるんです。カキやだ。はい、カキ、カキ。いや、いただきましたよ。新商品みたいです、はい、皆さんに配られてますね、新商品。カキもなんかそう、うまそうだな、これ。ちょっとね、メニュー何かこれわからないですけど、なんか新商品を配られてました。カキの卵炒め的な、そんなんかな、うん。いや、ありがたいですね。いや、カキもごっついのが入ってるよ、これ。食べたい方は現地へ来て注文してください。ちょっと料金とかも分かりませんけど、そんなに高くない。うまっ。プリプリのカキが入ってる。カキの旨味が卵に広がってめっちゃうまい。うん、それにチリソース、思わぬプレゼントですね。いましたよ、こちらのお店の名物おすすめ料理カオソーイ来ました。むちゃくちゃココナッツのいい香りがしてますね。いや、麺もこれ揚げた麺かな、これ揚げた麺ですね。麺も、食欲そそられますね。結構クリーミーですよ、濃厚な感じですよ。でも体に良さそう。ちょっと肉かな、肉やな。あ、下に麺が入ってるわ。下にも麺。じゃあ食らっていきます。タイ語でいただきますわ。なんて言うんか知らんけど、上にカリカリの麺、下に茹でた麺が乗ってます。
まずスープやな。まずスープ。うまその香りがいいね。結構ピリ辛、ピリ辛。結構辛。辛さの中に甘みが広がる。うまい。美味しいわ。なんか知らんけど高菜が乗ってる。結構辛いよ。お肉いきます。うん。大きな牛肉。うまいな。すき焼きみたいな肉ですわ。麺ねこれ。これパスタみたいにして食べるのかな。これが本物なのね。これね、揚げた麺と茹でた麺ダブル。じゃあ行くよ。ラーメン行くよ。麺は中華麺みたいな麺してるわ。すごい麺。あ、行きましょう。ここにいいよ。もちもちの麺にガリガリの食感の麺。面白いな。うん。うまい。やみつきだ。いやこれはこれでうまいよ。ほんま結構やみつきになるわ。ちょっとレモン絞ります。もう中華料理の揚げそばとラーメンを合わせてこのココナッツの効いたグリーンカレーをかけてる気分ですね。おいしい。おいしいですか。うまい。うん。肉もたっぷりで贅沢だ。ちょっとパスタ風や。パスタ。ここに最後お湯ご飯を投入してもいいかもしれない。スープにね、びちゃびちゃに浸して揚げた麺を食べるのがうまい。めちゃめちゃうまかった。癖になるわ。結構辛い、はい、美味しかったです。ごちそうさまでした。よかった、ごちそうさまでした。おい、ということでごちそうさまでした。今日はいきなりお店に飛び込みましたけど、むちゃくちゃうまかったな。これああいう系のカレーラーメン好きなんで、もうたまりませんでしたね。ほんであのピリ辛じゃなくて結構辛いよ。うまい、それがうまい、癖になる、はい、もうココナッツのいい香りと食べ進めていくうちに出てくる汗、体にいいと思いますよこれ、はい、という形で京田辺に美味しいレストラン、タイレストランがオープンしてますので、皆さん食べに来ていただいたらいかがでしょうか。他の単品メニューも絶対うまいと思います。
あの柿のも最高でした。ぜひ食べに来てください。はい、ということでごちそうさまでした。それではチャンネル登録よろしくお願いいたします。ご視聴ありがとうございました。ご視聴いただいている皆様、愛しまーす。ありがとうございました。うまかった。体にいいわこれ。いい店飛び込んだわ。よかった。ありがとうございました。